はい、レディースエンジェントメン、どうもドラム佐々木です。ということで今回は覇者の塔、29回の無課金攻略ということで、はい、パーティーはクシナダ海、クシナダ、カッパに、ラファエルということで、途中とかちょっと下りながらちょっと進んでいく感じです。無課金なんで、まあちょっとは時間かかるかなっていう感じですね。でカッパがまずダメージオールを持っていないので、ダメオールに注意しながら、まあ、動いていくっていう感じになります。とりあえずこのアビロマンをね、倒していかないと、アビロってされてしまったら、まあ地雷を普通に食らってしまうので、そこは一番の気をつけないといけないところじゃないかなと。こうね、こいつのも硬いからさ。はい、本来であれば、まあ、ラファエルの毒を、ゾンビに、斜め、右下であれば、同時倒しできるんですけど、それをやり忘れてしまったので、ちょっと道中はかなり悔やるという感じになります。刹那にしようか、あとはそうね、ラファエルやめて刹那にして、完全無課金にしようかちょっと迷ったんですけども、刹那にするとあれなんですよね、もう到底楽になってしまうので刹那はやめようし、刹那に当てればね、もう全部ぶっ飛んでいくんで、ガチャキャラと同じ能力を持っているんで、刹那も強いけど、縛りプレイだったら、まあ、ラファエルが、はい、カンカンして、はい、バトル2。で真ん中のゾンビだけはダミーなんですよ。そう、本当は3体同時処理と思っている方、それは間違ってるんですよ。真ん中がダミーなんです。なので左斜め、
とりあえず今当たってるとこと左上が同時倒し、真ん中がダミーという形になっています。そう、ダミーは一回倒すとあとも生き返ってこないので、でダメージが当たるとまあ大体1万5000ぐらい持っていかれるので、遠慮なくSS ガンアートを使っていってください。雑魚いっぱいいるとこは、でもあまりにねクシラがいっぱい使いすぎるとボスから今度困るんで、ボスからは今度カッパが今度は SS に強いんで、カッパだけ残しておけばあともう勝ちですね。なのでラファエルとカッパだけ残しておけば勝ち確っていう感じになります。下のゾンビたちが、まあ、机妙を、まあ、回復してきてるんですが、とりあえず串型が強すぎて、プラズマで引っ張っておけば、まあ、いずれ倒れるだろうということで、あと車が着装を多くカンカンして倒すことができたら、はい、倒しても意味ないですよね。このゾンビを倒すとまたこの先の2体戻ってくるんで、でここからつく読みが、2体出てきます。で下の方のつく読みは、上のつく読みを、回復させてきますので、ひたすら上のつく読みを倒すか下のつく読みから倒していくかにしてください。はい、上のつく読みを倒したので、下のつく読みをあとは集中攻撃していきましょう。ダメはねこのぐらい食らうんですよ。
26,000円ぐらいかな。そう、結構ね、打撃結構痛いんで、これ根気力ダウンもらっちゃったんだけど、まあ大丈夫ですね。はい、ボスタイムですね。はい、で先ほど使ったクシナダね、あのボスになると、まあまたまたね、あの SS 戻ってるんで、あのたまため直ってるんで、うん、まあ SS は道中あたりで1回ぐらい使ってもボスになると戻るんで、遠慮なく使ってもいいんじゃないかなと思いますね。はい、そしたらあとはひたすら、つくみを殴っていきながら、バトル6ですね。つくみは倒れても、まあザコたちがいなくならないので、まあ、そこはご注意ください。でこれは魔導士魔導士ゾンビゾンビっていう形になってるんで、先にゾンビを倒した方が一番楽になるんじゃないかなと思います。はい、本当はね、これゾンビから倒してしまうとまたねリセットされてしまうんで、じゃあ間違えた、違う、あの魔導士から倒してしまうとゾンビ、うん、そうだね、うん、リセットされてしまうんで、でこれ倒して上も倒してしまうとまたまた戻ってくるんで、はい、なのでゾンビから先ほど倒した方が、一発で終わったかなと思います。まあめんどくさかったらあとは SS 打つだけなんで、はい、バトル6かな。でここでもまあクシナダ使ったんですが、まあまさかのね、少し HP 減らしてからカッパ使おうと思ったらワンパンしちゃった、ワンパンっていうか飛んでいっちゃったんで、まあ次がカッパの近くにつくよみが出てくるんで、まああとはもう一撃でぶっ飛ばせるかなっていう形になります。ちょっとね近くに行ってからじゃないと、うん、まあ、万が一失敗したらねちょっと恥ずかしいんで。
してあえてクシナダは打ちませんでしたね。次のクシナダ、あ、打ったのかこれ。はい、そしたらこれもカッパ打って終了になりますね。はい、とんでもない数字だな。カッパがめっちゃ強いからな、これ。はい、良ければね、参考にしてやってみてくださいということで、今回は覇者の塔無課金攻略ということで、はい、良ければ参考にしてやってみてくださいということで、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。お願いします。以上、トラベス崎でした。バイバイ。